皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の10月の5日月曜日ですね。時間がまたしても遅れまして、日本時間の夜9時59分、ほとんど10時ということで1時間ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、中国の経済学者孫本敏氏が著書ロスチャイド通貨強奪の歴史とそのシナリオで語ったロスチャイド金融支配の12の秘密というのを今日メインテーマにします。ということで、今日のワイワイニュースライブ通算で3089回というふうになります。今のところ音声も映像もですね、問題なく配信されているということで、ここ1週間以上ですね、配信妨害がないということですね。先週の金曜日も何の妨害もなくて1時間半の放送を無事終えましたということです。皆さんからのコメントですね。翔さん、コンティニューコインありがとうございますと。初耳さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。そしていつもたくさんのコンティニューコインですね、 1,2,3,4,5,6,7枚8枚ですね。すごいですね。配信ありがとうございます。それから K さん、コンティニューコインですね。雪丸まさんがクラッカーですね。そして今日の放送の前に砂月金さんからのコメント、現状政治を支持するアメリカ人はアメリカ至上主義者、マスコミに乗らない海外記事と。そうですね。それから砂月金さん、杉田官房副長官、泉補佐官に政権批判した学者を外せと言われたと。学術会議問題を前川喜平氏語ると、週刊朝日。だ、杉田なんですね、これね。悪いやつですよ。警察庁の、刑事局長をやって、でオウムのサリン事件を未然に防げなかったと、こういう最大の、責任者だったんですけど、そのことを責任追及されないで、いつの間にかですね、内閣の中に入り込んで、もう80の時事でしょ。異常ですよね。で、泉っていうのが例の、厚労省の女性と、どこでしたっけ、京都かなんかに遊びに行ったというとんでもないやつですよね。からジム・ロジャーズ、最後の警告、菅政権で日本は衰退と、国民が苦しむと、週刊朝日。もう分かっていることですよね。自明のことですよね、これね。それから砂月金さん、米国戦争勢力の傀儡政党という正体を隠さない菅、自民党を未だに支持する国民や日本を香港化させると知れと、新ベンチャー革命ですかね。それから再慶ですね。これ国民の前にいわゆる学者とか日本のメディア、そのことが一切、自民党っていうのは米国の傀儡政党であるということを一切言わないんですよね。だから国民は気がつかないと、国民は自民党っていうのは国民政党だと思ってるんですけど、全く違うんですよね。傀儡政党ですよ。アメリカ支配階級の利益のためにまず働くと、日本国民の国民資産をそっくりですね、アメリカ支配階級に差し出すために作られた自民党、それが延々と続いているということを日本のマスコミ学者が一切タブーとして語らないから、国民は知らないと。だからに日本国民のを批判する前に、まず日本の腐り切ったメディアと腐り切った御用学者、これを批判した方がいいですよね。
それから砂ずきんさん、再計特別機構、新型コロナウイルスをめぐる偽医学に騙されないために、新型コロナウイルスは存在しないと断言する、そうですよね、大橋、新っていうのかな、徳島大学名誉教授を論破すると。だから徳島大学も名誉教授の称号を剥奪すりゃいいんですよ、こんなの。とんでもないやつ。IWJ ですかね、これ。じゃねえか。IWJ ですよね。それと砂ずきんさん、今ならまだ間に合いますと、私たちの声をきちんと聞き取って、提案書を撤回して、この案件から手を引いてほしいと、市の承認国家にさせない、ナジャット連続アクション、ストップ戦争加担、加担軍事商社巡りということですかね。IWJ ですね、これ。それから砂ずきんさん、最高裁は世界に恥じない判決をと、10.13、女たちのアピール、行動に集まろうと。これはあれですよ、日本の最高裁に幻想を持たない方がいいですよ。もう棄却ですよ、もう決まっちゃってるんですよね。日本の最高裁っていうのは、まあ、いつも言ってますように、年間3万件以上の上告をの99%、1%しか彼らは採用しないんですよね。それで3%が馬鹿らしいから、途中で上告を棄却す、自分で取り下げると。ということは、1%取り上げて3%が上告の取りやめですから、残り96%を、ほとんどですよ。要するに96%、3万件以上の上告の96%を棄却すると。それが彼らの仕事なんですよね。だから最高裁に幻想を持たないで、こんな最高裁はもう解体しろと。それで、ほとんどの先進諸国が持っている憲法の本当の番人である、憲法裁判所を設置すると。韓国みたいになかったものをですね、設置したんですよね、新たに創出したんですよ。だから日本もできないはずないんですね。それからコロナに感染したトランプ大統領、マスコミに乗らない、海外記事と。それから首相の日本学術会議に人事介入に非難殺到と、三浦瑠麗までが批判と。これ三浦瑠麗が批判してどうなって言って、わざわざリテラがですね、三浦瑠麗までが批判したからどうなんだっていう、あんな御用学者っていうか、自称国際政治家、自称ですよ、が批判しようが何もが関係ないですよ、こんなの。政府見解に反する人事強行は黒川検事長、定年延長と同じやり口ということですね。K さん、中国経済、今日のメインテーマですね、孫本敏さんの語ったロスチャイド金融支配の12の秘密というのは今日のメインテーマです。ということで、今日の月曜日の放送を始めたい。第1部、私の情報発信活動ということで、最初、今日の配信妨害ということで、先週の金曜日の放送には配信妨害はありませんでしたと。今日も配信妨害ないことを祈ってますということですね。それで、昨日、先週木曜日の、金曜日の放送はツイキャスと、それから YouTube で配信されたと、その URL と。で、現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが290名、YouTube が158で、トータルで448名ということですね。それから今日の配信ブログ記事ということで、
先週金曜日の放送のメインテーマ、続き、我々の市民革命政権が目指す共生共有人間資本主義社会とは何かと、このナンバー3なんですね。これをブログ記事にして、翌日の昨日、おとといか、土曜日に配信しましたということです。それと日曜日にですね、毎週日曜日はその前の週の1週間の週間まとめということで、今は3つの週間まとめをしてるんですね。で、1つはテレビ放送週間まとめということで、月曜日から金曜までの毎日の放送の URL ですね。URL とタイトルを書いた週間まとめを日曜日午前中に配信したと。それから2本目の週間まとめっていうのは台本ですね。台本のまとめということで、これも月曜から金曜日ということで、それのグーの URL を掲載したということですね。で、3番目の週刊まとめはブログの記事ということで、以前はブログ記事全文を5日間分まとめてですね、掲載してたんですけど、もう膨大な量なんで、それをやめて、URL、ブログ記事が掲載されてる、まとめてる、URL だけにしたということですね。そして、私のブログサイト、杉並からの情報発信です。の、昨日段階、10月4日の日曜日の段階の訪問者数、IP アドレスが972名と、訪問者が972名と、からページビュー、1人当たりの訪問者が何ページめくったかと、閲覧したかって、2083ページと、ページビューと、こういうふうになってます。あ、それであれだ、いつも最近忘れるんですけど、金曜日のメインテーマ、我々が目指す、市民革命政権が目指す共生共有人間資本主義社会とは何かと、これの YouTube 向けの表紙がこういうふうになかなかいいですよね。世界いろんな人種の人たちがいると、あるいは車椅子の人たちがいると。いわゆる共生共有人間資本主義と、人間が主人公の資本主義と、そして共生共有ってことは、共生ってことは共に生きるですね。だから独裁的あるいは排他的な社会ではなくて、共に生きると。それから共有、独占する、排他的に独占する、支配するんじゃなくて共に共有すると。そういう人間中心の資本主義社会を我々が変換していくということなんですね。これできるんですよ。ということです。そして次に第2部、私の主張として今日のメインテーマですね。中国経済学者孫本敏氏著書、ロスチャイド通貨強奪の歴史とそのシナリオの中で語ったロスチャイド金融支配の12の秘密ということで、やはり今ですね、この完全に隠されているロシアの国際金融マフィア、その中心というのが欧州ロスチャイド家ですから、彼らのいわゆる隠している金融支配の秘密、これをやはり地球市民全員が知るべきだということで、今日取り上げたんですね。で、この本なんです。この本は半年以上かけて、朗読したんですね。これね、もう1年以上前になりますが、非常にいい本ですね。おそらくロシア移動の、金融支配に関する、まとまった著書で唯一のものじゃないですかね。非常にいい名著です。で、これ日本語版っていうのが、武田ランダムハウスジャパンから2009年5月21日に
出版されたんですね。で、元々の原著っていうのは中国語で、2007年に発売あ出版されたんですよね。で、この孫本敏さんというのはずっとアメリカにいて金融コンサルタントとして活躍してたんですね。で、その例のあのサブプライムローンのあの大バブルの中心であったあのアメリカのファニーメイとフレディマックっていう住宅高級公社のコンサルタントしてたってことですんで、あのバブルの正体をよく知ってるんですね。それで、2007年にアメリカから中国に帰ったんですね。そしてこの中国語の本を出した。でタイトルはあのエクステンジウォーという通貨戦争という英語のタイトルがあるんですけど、なぜかですね英語版がないんですね。中国で150万部から韓国で7万部で、台湾で2万部で、おそらく日本でこの本っていうのは1万部以上売れてると思うんですよね。ただ不思議なことにこの武田ランダムハウスジャパンっていうのがこれを発行した2年後に潰れちゃったんですよ。非常に不思議な形で潰れちゃったんですね。だからこの本っていうのは絶版になってて、先ほどあのアマゾンで見ましたら5800円になってますね。ということでこの本あの非常に優れたロシアによる金融支配が歴史的にどうなってるのかということがよくわかる本ですね。それで今日はこの本の彼がこの本の中で言った12の秘密っていうのをまとめたやつを今日のメインテーマにしたということです。で、アマゾンの著者についてというのが書いてあったんで、これもアップしました。1968年中国四川省生まれですね。ということは現在、52歳か、まだ若いですよね。で、で瀋陽市の東北大学卒業して94年に米国留学、ワシントンのアメリカン大学で修士号を取得と、専門は情報工学と教育学、修了後アメリカで就職、さまざまな経験を積むと。で2002年から2007年、まさにこのサブプライムローンバブルが発生して、そして、崩壊の開始が始まった2007年、このど真ん中にこの中心、となるファニーメイ、アメリカ連邦の住宅 供給公社2社のコンサルタントを務めたんですね。で2007年11月に中国に帰国と、その後中国で有限工事に勤務、そして2008年に環境財経研究院の委員長、シンクタンクですね、就任して現在に至るということだと思うんですね。ただその後彼の本が出てないんで、おそらくまあ中国共産党の一党支配の中で彼は書きたい本が書けないと、出版できないということだと思うんですよね。もったいないんですよね。だから彼にとってはおそらく最初で最後の金融に関する本物の価値のある本ではないでしょうかね。で今日のメインテーマとしてロシチャード金融支配の12の秘密ということで、私が、まあ、あの要点をまとめたやつ、12にまとめたやつです。で1、アメリカの雑誌フォーブスの世界長者番付で2008年度には現役を引退したために
世界ランキングの2位となったマイクロソフト創業者ビル・ゲイツが2009年3月の発表ではまた1位に返り咲き、新たに株価の下落で前年の位置から落ちた著名投資家ウォーレン・バフェットが入ったとメディアは騒いだと。だがあなたがこれらの話を真に受けているならメディアに一杯食わされていることになると。なぜなら大富豪の真のトップは世界長者番付などには出てこないように西側のメディアをコントロールしているからだと。これですよね。だからアマゾンのベゾスの資産が20兆円だと、ビル・ゲイツが10兆円だと、で毎年1月とか3月に、発表されるんですよね、フォーブスなんかで。でもこれは本当の真の億万長者には絶対名前が出てこないと。その最たるもんがロシアの家だということなんですね。そして2番目、ロシチャード家は一体どれだけの財産を持っているのだろうかと。それは世界の謎の一つだと。で彼が言うには少なく見積もっても50兆ドル約5000兆円はあると言われていると、こういうことですね。50兆ドルとこういうふうにはっきり数字を出した人っていうのは今までいないんですね。で3番目、ロシチャード家が金融政治戦争という残忍な戦場を勝ち抜き、この200年間で最も強大な金融帝国を築き上げた背景には堅固な家族制度、精密で外部から見えない暗闇の中での操作、精密な調整力、市場より迅速な情報収集、一貫した冷徹な理性、お金への際限なき執着と欲望、お金と富に対する洞察力と天才的な読みなどがあったことなんですね。ロシチャード家がなぜ金融政治戦争という残忍な戦場を勝ち抜いてきたかと、この200年間でと、その秘密なんですね。から4番目、アメリカ史は国際勢力からの干渉と陰謀に満ちあふれていると。国際金融勢力がアメリカの中枢に入り込み、アメリカ経済を転覆させようとしていることを人々は知っていたら、鳥肌が立つように不安を感じたであろうと。しかし彼らは人々に知られないように侵入し続けてきたと。ここが巧妙なところですね。彼らは絶対表に出ないと。常に彼らの代理人、工作員を使って物事をやらせんですね。自分たちは矢面に絶対立たないと。だからロシア時計っていうのが国際金融マフィアとして、200年間、50兆ドルの資産を築くような金融支配をしてるってことがほとんど誰も知らないと、こういうことだよね。彼らは人々に知られないように侵入し続けてきたと。ここが巧妙なところなんですね。だから我々は彼らの隠されている金融支配の現実、歴史を暴露しないといけないということだね。で5番目、民主制度は封建専制に、封建的専制に対抗するために生まれた集中的な防御の仕組みであり、その設計と構築、そして実践は大きな成果を上げたと。しかし民主制度は金銭が生み出した新種の権力であるウイルスに対しては信頼できるほどの抵抗力を持っていなかったと。これなんですよね。だから金融支配に対する、いわゆる金融支配という新たなウイルスに対しての抵抗はほとんど持ってなかったと、民主制度っていう。だから侵入されっぱなしということですね。抵抗力、信頼できるほどの抵抗力を持ってなかったと。5番目、6番目、この新しい体制である民主制度は通貨発行権を牛耳ることによって国を支配する
戦略を取ってきた国際銀行家の戦略に対して対応策と防御の面で大きな欠陥があったということなんね。でアメリカ政府は南北戦争後も100年間にわたり民営の中央銀行の設立という金融分野の最重要課題をめぐって金銭に関わる超特殊利益集団とも言うべきグループと命を懸けて戦い続けてきたと。その過程では7人の大統領が暗殺され、数多くの議員が命を落としたと。アメリカの歴史学者によれば、アメリカ大統領の死傷率は第二次世界大戦時のノルマンディ上陸作戦第一陣の平均死傷率を上回るというと。だから、トランプが今45代目かなんかのアメリカの大統領ですから、45人いる中で7人も暗殺されてるってことなんですね。国際金融マフィアに通貨発行権をめぐって。ということは、7を45で割るということですよね。だから 15% ぐらいになってるんですね。死傷率 15% っていうのは本当ノルマンディ上陸作戦の最先頭の部隊の死傷率を上回ってるということは確かでしょうね。で7番目、アメリカ連邦準備銀行が国有でなく私有の中央銀行、すなわち民間の中央銀行であることを知っている中国の経済学者は今でも少ないと思われると。いわゆる連邦準備銀行はその実連邦でも準備でもなく、また銀行とも言えない存在なのであると。だこれ中国の経済学者のこと言ってますけど、日本の経済学者も知らない人多いんじゃないですか。アメリカの経済学者も、まあ、まさか知らないとは言わないですけど、知ってても絶対言わないと、タブーだと。国民はほとんど知らないでしょうね。騙されてるでしょうね。連邦準備制度理事会というわけのわかんない、連邦というあの名前がついてるから、まさか 100% 民間銀行だって想像もつかないですよね。ここが彼らの頭のいいところですよね。から8番目、アメリカ政府は実は通貨の発行権を持ってないと。1963年ケネディ大統領が暗殺された後にアメリカ政府は最後に残っていた通貨の銀貨の発行権も失ってしまったと。アメリカ政府がドルを欲しければ国民から未来の徴税を私有銀行である連邦準備銀行に担保として差し入れ、連邦準備銀行に連邦銀行券、すなわちドル貨幣を発行してもらうのだと。これなんですね。だから今のシステムっていうのは、まあ、私が 何回もメインテーマの中で取り上げてきましたけど、政府が国債という国債を発行すると。そしてその全額を民間銀行、ロシチャイルドが実質支配している民間銀行、大手民間銀行に全額引き受けさせ金利を払うと。そして、民間銀行から借金するわけですよね、わざわざ。そして毎年、まあ、日本の場合は9兆円もの金利を払うと、民間銀行に。そして民間銀行が国債をずっと引き受けて、来るわけですよね。そうするともう満杯になると、国債の残高が民間銀行が耐えられる規模まで、重くのしかかる段階で中央銀行が買い取ると。民間銀行から国債残高を買い取るとこういうことなんですね。ですから日本の今の日銀は470兆円もの国債を民間銀行から買って資産化してるんですね。だからこれはもう完全に完全犯罪ですよね。政府が国債を発行すると。で2番目に、全ての国債を
ロシアド国際金融マフィアが実質支配する民間銀行に全額を引き受けさせると。そして政府は金利、高い金利を払うと。そして民間銀行が引き受けた国債の残高が膨らがった段階で中央銀行がその国債を買い取ると。そして彼らの負担を軽減させてあげると。でそこで終わっちゃったんですね。本来だったら借金ですから、政府が中央銀行に対して470兆、日銀が持っている470兆に対して政府が借金を返済しないといけないんですけど、しないんですよ。その代わりに全ての国の借金、今1150兆円ぐらいなんですね。日本のGDP の 2.5 倍という、毎年膨れ上がる国の借金を全て国民に付けを回すと。国民が支払うと。将来、現在も、そして、孫、子供、孫、そしてその次、の世代と永遠にですね、国民が税金あるいは保険料を等々で、政府に、召し上げられて、金融奴隷として半永久的に、支払うようになってるわけですよね。だからこれは日本でもアメリカでも全世界共通のシステムなんですね。政府と中央銀行と民間銀行が三位一体で国民資産を合法的に奪い取った。そして全ての借金を国民の付けに回すと。この構図なんですね。この構図を基本的に解体するという戦いを我々は市民革命運動としてやんなくちゃいけないと。その肝なんですよね。ロシアドの国際金融マフィアによる世界規模でのこの巧妙な三位一体の国民資産横領の、そして、総国民、国民の総金融奴隷化、この鎖を断ち切るために市民革命が必要なんだと。でそのためにはまず中央銀行を国有化し、すべての決定権を国会の常設の中央銀行最高経営委員会みたいなものに移管して、勝手にですね、貨幣発行権を自分たちの金融経済、金持ち、大企業に使わせないと。全て、中央銀行が持ってる信用創造特権である通貨発行権は国民の福祉とから実体経済の成長のためのみに使うようにすると。これが肝ですよね。そして2番目に、実体経済の数十倍の規模に、日本の場合20倍ですよね。おそらくアメリカとかイギリスは金融帝国ですから50倍ぐらいになってるんじゃないですか。その膨大な規模に膨れ上がった実体経済が生み出す価値を奪い取って膨れ上がると。そして実体経済を破壊するという金融経済に課税するってことが必要なんですね。一律 5% の金融商品取引税を課税すると。消費税と同じですよね。一律同じ率を課税しようと。そうすると例えば日本で、1万兆円1京円の金融経済の規模があると、毎年500兆円の新たな税収が確保できると。当然ながら課税すれば金融経済は縮小しますよね。でも最初の3年間ぐらいはその500兆か400兆300兆という膨大な税収が確保されて、それをベースにしてベーシックインカム、最低賃金、生活保障制度、あるいは子どもの貧困をなくすための子ども給付金制度、あるいは教育の完全無償化とかですね、等々にの財源にすると。
ということですよね。そして3つ目が、政府が持っている国債発行権をもう禁止すると、国の借金をこれ以上増やさせないと。で4番目が民間銀行が預金者の預金の 1% を中央銀行に預託するだけで100倍の余信が与えられるという準備預金制度というわけのわかんない制度を廃止するということですね。ですから民間銀行が融資したいんだったら預金者が預けた預金現金から融資の原資を出すと、中央銀行の準備預金制度を利用した100倍の預信を利用することは禁止するってことなんですね。そしてすべての金融サービスはもう民間銀行はいらないよと、中央銀行が直接無利子 低手数料で直接個人企業地方自治体中央政府に金融サービスすればいいんですよね。そして4番目が銀行と金融機関とそれから金持ちが永遠に肥え太る、金が金を生む金利を廃止すると。そして5番目に日本独特の二重帳簿裏帳簿である特別会計を廃止すると。そして毎年おそらく50兆円規模の税金がですね、第二、特別会計に流れ込んで、それが日本独特の官製経済、石井宏樹さんが批判してた、日本は社会主義国だと、官僚が経済を支配しちゃってると。その原資はどこから来るかというと、それは特別会計から来るんだという、その特別会計を廃止して、そして50兆円のいわゆる官製経済の原資を断ち切るということで、官製経済を解体するということなんですね。砂月さん、 NHKBS 世界のドキュメンタリー貧困へのスパイラル格差社会の実態後編ですか、 YouTube で見られるんですね。からのこのこさんがコンティニューコイン2枚ですね。あ、前編と後半があるんですね。これは面白そうですね。世界のドキュメンタリーだからおそらく BBC かなんかじゃないですかね。そして、コメントですね。砂月さんから3つのコメントということで、初めてご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団なし行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますと。から2つ目の、初めてご覧の方へ2ですね。このキャスは土日を除きウィークデーで祝日を含み毎日放送と、水曜日は隔週で英語とフランス語と日本語での2カ国語で放送してますと。過去動画は YouTube でご覧になりますということで、 YouTube の URL を貼り付けて、もらってますと。から3つ目のコメントは、コメントをされる方やということで、コメントの責任はコメント主にあると。キャス主は一切の責任は負わないと。品位のないコメントを理由にキャス主に責任を転嫁することは固くお答えしますという3つの非常に簡潔なメッセージ、ありがとうございますということですね。それで、今までが8番目までやったんですかね、12のうちで9番目、連邦準備銀行の性質と来歴はアメリカの学会とメディアにとってはタブーであると。メディアは毎日同性愛者の結婚問題のような痛くも痒くもない話題を、ね、延々と議論しているが、一人一人の国民の日々の利害に関わる通貨発行の支配者は誰かといった最重要問題には一言も触れないのであると。1913年12月23日アメリカの人民が選んだ政府が金融権力によって転覆させられたと。
これがですよね、連邦準備、中央銀行が、ロシアと国際金融マフィアの謀略によってアメリカの議会で法案が通っちゃう、設立の法案が通っちゃったという、12月23日、これはクリスマスイブの前日ですよね。だから当然ながら、ロシアと国際金融マフィアっていうのは、連邦の議員、下院議員中心にして買収してるんですね。それでクリスマスだから、お前たちはもう地元に帰れということで、この連邦中央銀行、民間の中央銀行の設立法案を、議員がほとんどいないところで採決させちゃったという、これは完全に買収ですよね。それが延々と続いていると、100年以上続いていると。そしてアメリカ人国民のおそらく半分以上は知らないですよね、これね、民間銀行であるということで。10番目、戦争するには資金が必要だと。大きな戦争ほど戦費もかさむと。それは当たり前のことである。だが問題は誰が戦費を出すかということだと。ヨーロッパやアメリカの政府には通貨の発行権がないため、銀行家から借りるしかないと。戦争はあらゆる物質を瞬く間に消費すると。鍋を潰して武器に変え、すべてのものを失ってもそれでも最後まで戦うことを強いると。交戦国の政府はどんな代償を払っても戦争を続け、条件など考慮せず銀行家から融資を受けることになった。それゆえ銀行家は戦争を好むと。また銀行家は自らの戦争を仕組み、きっかけを提供し、そして支援すると。国際銀行家が所有する立派な建物は全て犠牲者の亡霊がさまよう廃墟の上に建てられてんだと。これはすごい言葉ですよね。だから戦争が一番彼らにとっては儲かるんですよ。資金を提供し、それも相手国2つの敵対国両方に金を貸すんですよね。どっちが勝っても負けても儲かるというシステムを彼らは作ってるんですね。これが10番目で、11番目、金儲けのもう一つの重要な手段は経済危機を演出することであると。国際銀行家はまず銀行信用取引を拡大すると。するとバブルが起こり、国民は莫大な資金を株式市場に注ぎ込むことになると。で、投資ブームが最も高まった時点で金融資金引き締めに転じ、景気低迷と資産価値の暴落を引き起こすと。優良資産の価値は通常の10分の1あるいは100分の1に下落すると。そしてさらに安い値段になった時にその優良資産を買収すると。これは国際金融家の間では羊毛狩りと呼ばれていると。中央銀行が設立されてからの羊毛狩りはそれまで歴史上誰も経験したことのないほどに程度も規模も大きなものになっていたと。最近では1997年、アジアの小龍、香港、韓国、台湾、シンガポールと、それから小さい虎ですね、スモールタイガー、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピンで羊毛狩りが起きたと。1997年ですね。アジア通貨危機っていうやつですよね。な、そうなんですよ。経済危機、あるいはバブルが発生し、バブルが崩壊すると。それは、いわゆる経済学者っていうのは、自然現象だと。経済の循環で起こるんだと。起きるんだというふうに嘘を言ってますけど、仕組まれてるんですよね。で、特に中央銀行がロシアと国際金融マフィアの私立銀行になってからですね、それまでは各、民間銀行が独自に通貨を発行して、でその通貨発行量を増やして市場に出して、でそれを企業とか個人に融資して株を買わせて、株のバブル、株バブルを発生させるんですけど、
1913年以降のアメリカ、あるいはそれ以降の各国の主要国の中央銀行っていうのは、ロシアの国際金マフィアに実質管理支配されてますんで、そうすると中央銀行が持ってる通貨発行権を利用して彼らは金利を下げるってことと、それから、1万円札ドル、ユーロ、ポンドをするわけですよね。そして民間銀行に供給すると。と民間銀行は、その資金を個人、企業、地方自治体、中央政府に貸し出すと。そして、実体経済に、一部行くんですけど、ほとんどが金融経済の方に行くようになっていますね。それで株バブルが発生すると、金融バブルが発生すると。そして最高潮になった段階で、締めるわけですね。中央銀行が資金供給のいわゆる蛇口を締めると。そうするとたちまち、銀行は資金供給なくなるんで、当然ながら個人とか企業とか地方自治体とか中央銀行に貸した分を返せという貸し剥がしを起こすわけですよね。そして、返せない人が破産すると、倒産すると。そうすると資産価値が下落すると。で、資産価値が最大限に下落した段階で、国際金融マフィアがそれを10分の1、あるいは100分の1の価格で買い叩くと。そして彼らが声太ると。そういう、循環ですよね。羊毛狩りって言うんですね。で、12番目、中国の国有銀行もインフレを誘発して利益を刈り取る誘惑に駆られたわけではないか、ないと。しかし結局中国は人民が血を吐く思いで手にした財産をインフレを利用して奪うことはせず、また能力もなかったと。そういう悪意を持った人間が国内にはいなかったため、中国は建国以来一度も重大な経済危機が起きなかったと。しかし海外の銀行が中国市場に進出し、国際金融資本家が来てからは状況が一変したと。こういうことですね。だから中国、この孫本敏さんがこの本を書いたのは、ロシチャイド国際金融マフィアに他の先進国と同じように同じ過程で、中国の中央銀行あるいは民間銀行が彼らに支配されるのを防ぐ方法として、過去の歴史、ロシアの国際金融マフィアがいかにして、通貨の発行権を強奪してきたかという、その歴史を総括する中で、中国がまだ国際金融勢力の支配下に入ってないということを続けるためにはどうしたらいいかというためにこの本を書いたんですね。ということで、まあ現時点で中国の経済成長が他の先進国と比べて、断トツにですね、大きいということは、信用創造が実体経済の方にまだ注がれていると、金融経済の方に注がれるような構図がまだできてないということは、 100% 国際、金融マフィアロシアイドの支配下には入ってないということの証拠だと思うんですよね。今後わかんないですけどね。ということで、今日のメインテーマはこの孫本敏さんのこの本の中で彼が主張してきたことっていうのは、要するにロシアとの国際金融マフィアの金融支配の秘密、それをできるだけ多くの地球市民は知るべきだということなんですよね。砂月院さん、これ枝広和監督ら映画人有志22人、日本学術会議への人事介入に抗議声明と、デイリースポーツ、
から畑中陽子さん、これは何でしょうね、畑中陽子さんのこれはツイッターですか。ということで、今日のメインテーマのポイントをアップします。今日のメインテーマ、今では年金、健保など絶対に金融経済に流してはいけない金まで流し込むと、年金減額、物価スライド廃止、繰り延べと、そういうことですよね。それで、竹中平蔵がベーシックインカムという、美名のもとにですね、年金とか生活保護とか社会保障の財源を一本化して月7万円で全部やれということを言い出してるということですよね。とんでもないことないですね。それと、1は大富豪のトップは世界番付には絶対出てこないと、西側のメディアをコントロールしているということですよね。だからベゾスが20兆とか、ビル・ゲイツが10兆とか等々で大騒ぎすると、バカじゃないかと。その背後にロスチャイルドがいて、あるいはロックフェラーがいて、あるいはイルミナティ13血流の大富豪がいて、そしてイギリスのイギリス王家がいると、あるいはバチカンがいるんだけど、彼らは絶対出てこないということでしょう。から2、ロシア時計50兆ドル、彼が言ったんですよ、この数字を。3、ロシアイドの200年間で金融帝国を築き上げた背景、家族制度、健康な家族制度、これはあれですよね、男性の、天皇制と同じように直系の男性しか後を継がせないと、娘の婿いくら優秀でも絶対継がせないと、こういう健康な家族制度なんですね。だから後取りが直系の後取りがいなかったフランクフルト、そしてウィーン、それとナポリ、この3つの支店は潰れちゃったんですね。潰れてもいいというほど強固なんですよね、この強固な家族制度っていうのは。
それから精密な調整力、市場より迅速な情報収集、一貫した冷徹な理性、お金への際限なき執着と欲望、お金と富に対する洞察力とその天才的な読みと。すごいんですよ。IQ の高いやつが揃ってんじゃないですかね。あ、悪知恵に発達した。まあ、IQ でも悪知恵 IQ なんですね、あいつらのは。そして5番目、民主制度は金銭が生み出した新種の権力であるウイルスに対して信頼できるほどの抵抗力を持ってなかったと。そういうことなんですね。金融支配に対してはほとんど免疫がないと。民主制度っていうのは。で、この新しい体制である民主制度は通貨発行権を牛耳ることによって国を支配する戦略を取った国際銀行家に対しては、対策と防御の面で大きな欠陥があったと。これなんですね。だからアメリカ政府は100年間にわたって民間の中央銀行の設立という金融分野での最重要課題をめぐってグループと命がけ戦ってきたと。2つに分けますね。で、その過程ではこうですね、アメリカの大統領が暗殺され、7人の大統領が暗殺され、数多くの議員が命を落としたと。アメリカの歴史学者によれば、アメリカ大統領の死傷率は第二次世界大戦のノルマンディ上陸作戦第一陣の平均視聴率を上回ると。そうですよね、 15% っていうのは。そうですよね、7人殺されて、あと数多くの議員が暗殺されてるんですよね。そして手に入れたんですよね、あいつらはね。そしてアメリカ連邦準備銀行は国有でなく私立の中央銀行、すなわち民間の中央銀行ということを知っている中国学者は今でも少ないと。中国の学者は経済学者だけじゃないですよ。世界中の経済学者もまあ、半分ぐらいは知らないんじゃないですかね。いわゆる連邦準備銀行はその実連邦でも準備でもなく、また銀行でもないと。このことを知られるのが一番怖いんですよね、彼らにとってね。で、アメリカ政府は実は通貨の発行権を持ってないと。1963年ケネディ大統領暗殺が
ケルン大統領が暗殺された後、アメリカ政府は最後に残っていた銀貨の発行権を失ってしまったと。だからアメリカ政府は国債を発行して、将来国民が納める税金を前払いすると担保にして、国債という前払いの担保をして、アメリカ政府はドルが欲しければ国民からの未来の徴税を州銀行である連邦準備銀行に担保として差し入れ、連邦準備銀行に連邦銀行券、すなわちドルを発行してもらうと、そういういかさまなんですよね。日本も同じですよ。政府が国債を発行するってことは、国民が将来政府に納める税金を担保する、担保証券なんですね。それを差し入れて、日銀に差し入れて円を発行してもらうと。だからそんなことしないで、直接日銀から借金すればいいわけでしょ。で、年間例えば50兆円借金するって言ったら、1枚の、証書でいいわけですよね。なんとか政府は、ここに50兆円の借金をしますと。そしてその50兆円は毎年、10兆円ずつ5年で返しますとかね。そんな証書を1枚あればいいわけですよ。わざわざ国債発行して、全て民間銀行に引っ掛けさせ、民間銀行に利子を払って、民間銀行から融資を受けて、でその国債、民間銀行が引き受けた国債の残高が増えすぎると、中央銀行が出てきて買い取ってくれると、そういうバカな制度はやめた方がいいんですよね。そして連邦準備制度の銀行の性質と来歴はアメリカの学会のメディアにとってはタブーと。メディア毎日くだらないこと、で、一人一人の国民の日々の利害に直接関わる通貨発行の支配者は誰かという重要問題に関しては一言も触れないと。これですよね。日本も同じでしょ。くだらない。芸能人がどうだこうだって言って、どうでもいいようなことを延々と日本のメディアは流し続けてると、特にテレビは。で、一人一人の国民にとって最重要、日々の利害に関わる通貨発行の支配権は何かといった最重要問題に関して一言も触れないと。そういうことですよね。タブーですから。そして1913年12月23日、アメリカの人民が選んだ政府が、金融権力によって転覆させられたと。これが法律、中央銀行の設立法案が謀略的に可決された日なんですね。で、戦争する、戦争。で、ヨーロッパやアメリカの政府には通貨の発行権がないため、銀行から借りるしかないと。戦争はあらゆるものを瞬く間に消費すると。だから中国とか日本の政府、幕府なんていうのは、
通貨発行権持ってたんですよ。ヨーロッパですよ、持ってないの。ヨーロッパとアメリカ、民間銀行が非常に狡猾で、通貨発行権を政治権力に渡さなかったんですね。で、銀行家は自ら戦争を仕組み、きっかけを提供し、そしてこれはすごい言葉ですよね。国際銀行家が所有する立派な建物は全て犠牲者の亡霊がさまよう、廃墟の上に建てられていると。そうですよ。だから日本の民間銀行が各商業地区の一番いいところをに立ってるじゃないですか。これは全ての犠牲者の亡霊がさまよってると、廃墟の上に建てられてるということでしょうね。日銀にしても、そして最後、金融、金儲けのもう一つの重要な手段は経済危機を演出すると。国際銀行がまず信用、銀行の信用取引を拡大すると。するとバブルが起こり、国民は莫大な資金を株式市場に投じることになると。だからバブルの発生というのは銀行が仕組むんだと、特に中央銀行が仕組むんだということですよね。それで投資ブームが最高潮になったところで金融引き締めを行い、転じ景気低迷と資産価値の暴落を引き起こすと。優良資産の価値は通常の10分の1あるいは100分の1に下落すると。でその段階で国際金融家は買い叩くわけですよね。そしてさらに、安い値段になったとき、その優良資産を買収する。これは国際金融家の間では羊毛狩りと呼ばれていると。羊毛を最大限に伸ばさせるということですよね。あるいは家畜を太らせると。で私有銀行が設立されてからの羊毛狩りはそのまでの歴史上誰も経験したことないほど程度も規模も大きいものになってたと、そういうことですよね。だから中央銀行が通貨発行権を持ってる、独占している中央銀行がそのような金融緩和と金融引き締めをすれば規模が莫大な規模になると。でそれの一つのあるとして1997年のアジア通貨危機、これでソロスなんかが仕掛けたんですよね。でボロ儲けしたんですね。というのが今日のメインテーマでした。ということで、やはりロシアイドが仕掛けてきたさまざまな謀略、そして、金融支配の秘密っていうのは我々知るべきなんですね。巧妙に隠されてるから。この本は非常に貴重な本ですよ。高くなっちゃいますね。5800円ですって。これもともとは1900円だったんですね。で次に第3部、時間が何分なんですかね。あ、もう1時間9分ですか。ちょっと急がないと。この本ですね、石井妙子著、女帝小池百合子という、ブツブツ文句言いながらも
朗読してますけどね、あと 2,3 回でやめようと思うんですね。今日は52回目の朗読、第6章復習、悪い男たちと戦うけなげなヒロイン、と彼女らしいですよね。ここ読みますね。これは1ページ2,3ページ3ページ4ページですね。自民党都連は小池を公認しないと正式に決めると、参議院選が終わった翌日11日に旧建設省出身で岩手県知事の増田則也を擁立すると発表したと。その際、石原都連会長と自民党都議会幹事長の内田茂は連名で以下の文書を配布したと。都知事選において党公認推薦以外の候補者を応援してはならないと。議員親族を含むが非推薦の候補者を応援とした場合、処罰の対象となると。これが世間に知れるや自民党都連都議には非難が殺到したと。親族まで処分するとは一体何時代の感覚か。これが自民党のやることなのかと。意欲ある一女性の質問に対してなぜここまで嫌がらせをするのかと、小泉元首相も俺が小池さんを応援したら進次郎が処分されるということなのか、そんなことができるのかとコメントしたと。自民党都連への嫌悪が全国的に高まったと、広まったと。自民党都連の会合がたびたびテレビに映し出されたが、石原伸晃以下都議に至るまで数十人が集まる中に女性の姿はほとんど見受けられず、それは確かに旧態依然とした既得権益の手段であるかのような印象を与えたと。以前都議会で消費者対策を訴える独特の独身の若い他党の女性議員にお前が結婚しろ産めないのかとやじを飛ばし、みんなで笑い声を上げるという執着さを晒したのも自民党都議であったと蒸し返されたと。小池は女性という被害者というポジションを巧みに利用したと。男たちが結託して悪事を働いている、そこにたった一人で切り込もうとするけなげなヒロインといった役を見事に演じていたと。自作自演のお芝居、石原親子も都連も彼女の演技とを際立たせるための敵役であり脇役だったと。小池が都知事になれば過去の不正が暴かれ、利権の構図が明らかになると都民には期待したと。金をかけずにできると言われていたオリンピック予算が膨れ上がっていると小池は訴え、利権をむさぼっている人がいると匂わせたと。もう一度オリンピック・パラリンピックの費用は精査する必要がありますと。私はワールドビジネスサテライトの初代キャスターでございますので、金融についてはよく重要性が分かっておりますと。女性活躍を体現できるのが女性知事だと思いますと。日本は粉ミルクの国でございますが、液体ミルクを推奨しています。災害地でも液体ミルクが有益であるということで国内生産を進めるよう提案しましたと。小さいことと思われるかもしれませんが、こうした気づきにくいことに気づくことが大切なんです。政治こそマーケティングでありますと。私立死に滅別だが誰も気にしないと。自信たっぷりに美声で淡々と話すからだと。手遅れたと、民進党は元毎日新聞記者でテレビのコメンテーターとして顔の知られた鳥越俊太郎を立て、共産党の支援を受けた弁護士の宇都宮健二も立候補したと。7月13日に記者クラブで行われた共同記者会見にはこの4人で臨んだと。自分が都知事に値すると思う理由とを述べるように求められると、増田、鳥越、宇都宮の真面目な発言について、続いて小池は余裕たっぷりに笑みを浮かべてこう語り出したと。一言で言って、まあたまには女性にしたらいいんじゃないのと思っておりますと。今日本が抱えているさまざまな課題はですね、男目線のものがはっきり言って多いですよ。それはですね、目線を変えることによってこれまであった潜在力がですねパーッと花開くということもあるわけです。
ただスカート履いてるからいいですということではございませんと。環境大臣、防衛大臣としてですね、例えばクールビーズはあれは予算はそうかかっておりません。発想を変えるだけで社会が変わりました。いくつもある課題はもう分かっているんです。あとはそれをどうやって国民の皆さん、都民の皆さんを引き寄せて一緒にやれるかどうか、ムーブメントを起こしていけるかどうかがまさしくリーダーでありますと。課題はもう分かっております。あとはそれにどう優先順序をつけて都民とやっていくか任せていただきたいと思いますと。女であることを強調しつつ、自分はただの女ではないと主張したと。翌日からの17日間は郵政選挙の再来となったと。連日ワイドショーは都知事選を取り上げた。もともと小池はマスコミ界の出身であり、メディアの扱い方を熟知していると。この選挙でもインターネットに強い PR 会社に選挙候補を頼んでいたと。緑をイメージカラーにし、毎日緑の服を着て街頭に立ち、どうか緑のものを身につけて応援に来てくださいと叫んだと。すると次第に緑色の服を着た小池ファンが街頭演説に押しかけるようになると。緑の群衆に向かって小池は叫んだと。オリンピックの経費が一体どれだけかかるのか、未だ総額が分からず、都の負担額も分からない。どうしてこんなことをどんぶり勘定がまかり取ってきたのかと。猪瀬都知事の時に決まった時点で4500億円で賄えるはずだった。だから今では3兆を超えるという試算もされていると。1兆2兆3兆ってお豆腐屋さんじゃあるまいしね。皆さん、舛添がつまずくきっかけとなった韓国人学校問題は白紙、外国人参政権には反対、高度な技術を持たない移民の受け入れには反対だと主張したと。猪瀬元知事が小池の応援に回り、自分はコンパクトなオリンピックを目指したが、自分が辞めた後で経費がどんどんかさんでいったと主張したと。つまりは舛添からの自分の責任ではない。小池と猪瀬の利害は一致してと。公民権を失い干されていた猪瀬は小池擁護でメディアに返り咲く。都政の闇に光を当てられるのは小池だけだと猪瀬は小池を持ち上げたと。マスコミはそれに同調したと。ここまでですね。そして明日が53回目、生まれた時からあざがあるんですと。ここですね。ここは2ページ半ですから短いです。ここですね。で、2冊目の本の朗読、これは鈴木恵子さん、新天皇の時代は世界大崩壊の時代となるということで、今日は72回目ですね。朝鮮半島の動きの背後に地球支配階級が存在すると。ここですね。2ページ半です。戦後の日本国民は韓国と北朝鮮を比較して次のように考えると。韓国イコール資本主義国家、日本国の味方、日米間で韓国に対抗すると、敵国に対抗すると。から北朝鮮イコール共産主義国家、日本国の敵国、日本人を拉致したろくでもない国家と。右のような見方は間違いではないかもしれないが、正しいとは言えないと。北朝鮮については数多く述べたと。ここでは韓国について見ておく。韓国は経済的には資本主義国家で、軍事的には日米韓といった同盟関係がある。正確には日米同盟プラス米韓同盟という二国韓同盟の連携だが、だが韓国は信用することができるのかと。日韓の間には従軍慰安婦問題や竹島問題に加えて、近年では徴用工問題が浮上したと。なぜこのようなことが起こるのかと。韓国は嘘で塗り固めた国家なのだと。韓国の国内にはそれを糾弾する勢力もあると。2019年7月、彼ら李鋭等他は反日種族主義問題副大化、大韓民国危機の根源という書物を発行して、日本の朝鮮統治時代に対する韓国人の通念、日本国イコール悪を否定したと。今韓国民はどこに向かって進んでいるのかと。情報誌は次のような記事を掲載すると。表題、日米関係連携をぶち壊す愚行、ムン・ジェインが対米制裁緩和に爆心と。内容は表題を見ればわかるが、ここでは記事の末尾を
引用すると。この辺がちょっとおかしいよね、彼ね。ここに書かれてるのね、ムンジェイン、ムン政権2020年4月15日の総選挙前に南北関係改善の成果を出すべく、今後も観光をカードに北朝鮮に接近を試みるとされると。韓国政府関係者は、米国が拒否し続けてもやむを得ず観光事業を強行するシナリオも排除できないという、こうした姿勢に文政権の周囲からも、文氏は理性を失っている人が思えないという声が漏れると。文政権が北朝鮮に飴を与えてしまえば、非核化は頓挫し、日米との対北政策連携は根底から崩れることになりかねないと。選択って言うんですね、2022月。結局どうなるか、韓国ムン・ジェインは北朝鮮に身売りすると。そして北朝鮮が朝鮮半島統一、ここから来るんだね、彼のあれは。問題はその時期がいつであるかということだけだと。細かいことを言うならば、ムン・ジェインは弾劾されて消えるかもしれないと、キム・ジョンウンは体を壊しているという観測もあると。何がどうなっても不思議ではないと。個別の動きを見ていたら振り回されるだけであると。本書をまとめて述べておくと、朝鮮半島の動きの背後には地球支配階級が存在すると。彼ら地球支配階級は統一朝鮮を日本国に対抗させる。なぜそうするのかと。彼の立場からは、日本人と朝鮮人は互いに殺し合いということだと。その結果どうなるかは彼らの知ったことではないので。ここがあれですね、韓国に対する彼の鈴木恵子さんの見方は私とは全く違いますね。だから彼の結論としては、朝鮮半島の統一は金正恩がするという結論になっちゃうんですけど、違うでしょうね。今まで彼の言ってることはほとんど正しいと思ったんですけど、この韓国のムン・ジェイン政権に対する評価っていうのは全く間違ってますね。私はムン・ジェイン政権っていうのはイタリアの、五つ星運動ほどではないですけど、市民革命政権に近い政権だというふうに見てるんですね。だから朝鮮半島を統一するのは金正恩じゃなくて、韓国の大統領、次期の大統領ですよね。韓国は4年で1期しか大統領は務められないんですよね。だから次の政権、大統領誰になるか、おそらくムン・ジェインの後継者だと思うんですけど、彼の手でなる可能性がの方が高いというふうに私は思いますけどね。この辺でいわゆる韓国のいわゆる歴史修正主義の反日種族主義か、これを持ち上げてるってことは全く間違ってますね。ということで、今日読んだところ、悪い男たちと戦うけだげなヒロインという構図を作ったんですね。で、見事都知事にね、当選しちゃったと。したたかですよね、彼女ね。それに騙される、マスコミが言わないからみんな騙されちゃうんですね。その結果何やったかと、結局豊洲への移転は強行したわけでしょ。あたかも反対して、
豊洲移転はないんですよみたいな幻想を与えたんでしょ。そして残った築地のあの広大な土地は、おそらくゴールドマン・サックス等々のロシア時計の金融機関に売却されるんでしょうね。それから鈴木恵子さんのここの説は私は全く同意できないですけどね。北朝鮮の動きの背後に地球支配階級が存在するっていうのは当たってるんですよ。ただムン・ジェイン政権が北朝鮮に融和政策をやってると、それが対北朝鮮政策の根源を揺るがすみたいなことですよね。でも結局トランプとのキム・ジョンナムとトランプとの首脳会談をが実現できたのはムン・ジェイン政権の融和政策なんですよね。ということです。雪丸馬さん、北朝鮮に主導権を持たせたいというイルミナティの意思があるかも、核保有していますからと、戦争も火種が膨らみますからねという。だから北朝鮮と韓国との関係、それとアメリカとのその3つの関係なんですよね、これね。それで、ムン・ジェインの対北への融和政策によって、一時期北朝鮮と米国のいわゆる雪解けみたいなのが方向性が出たんですけど、結局3回の首脳会談で決裂して元に戻っちゃったという、今はゼロからやり直しみたいな感じですよね。だからアメリカのバイデン大統領が大統領になった、バイデン氏が次期大統領になった場合どういう政策を取るかということでしょうね。で、北朝鮮は金正恩は融和政策を再度言ってくるでしょうねということです。そして、新型コロナウイルスの感染情報最新ですね。10月5日今日付の NHK ニュース、国内感染2人死亡、275人感染確認ということで、今までで、合わせて、日本での感染者数が8万6841人と、死者数が1615人と。で、都道府県別だと東京都がプラス66人で2万6500、次にプラス31の大阪府1万840、その次に神奈川県プラス11、7146と、次に愛知プラス12、5461、次にプラス0の福岡5057と、で、その次にプラス20の埼玉4817、千葉プラス22の4054、兵庫プラス7の2804と、沖縄がプラス19の2607と、北海道がプラス36の2217ということですね。そして、最も感染者が少ないのがプラス0の岩手県ということです。で、 PCR 検査の数ですけど、今月10月1日付で1日で1万9240が増えてますね。から2つ目が世界情勢ですね。10月5日の AFP 日本語版で新型コロナウイルスの世界での死者数が103万4000人になったということですね。で、世界196の国地域で感染者数は少なくとも3498万と、3500万人、すごい猛烈に増えてますね。
で、1日で世界全体で新たに4862人の死亡と30万9000人の新規感染と。で、死者の増加幅が最も大きいのはインド940人、米国689人、ブラジル599人と。で、最も被害が大きい米国では、これまでに死者が20万9399人と。で、感染者が738万3244と。次いで大きいのがブラジル、死者が14万5900、で、感染者が490万6800と。以下、インド、死者が10万1700、感染者が654万。すごいですね。アメリカに次いでですよ。から、メキシコ、死者が7万8000、感染者が75万7000。英国、死者が4万2300、感染者が48万。から人口10万あたりの死者数が最も多いのはペルーの99、次いでベルギーが87、ボリビアが69、ブラジルは69、スペインが69と。から中国本土での発表された死者数は4634と、感染者が8万5450ということです。で、3つ目、英国コロナ感染者数が50万を超えたと。1日で2万人増加以上増加という。これはなんでこんな急に増えたかというと、PCR 検査を大幅に、実施したんですよね。英政府の公式統計によると、英国内の新型コロナウイルス感染者は4日累計50万人を超えたということでね。で、英国の新規感染者は3日1万人を超えたと。で、4日にはさらに1万人超上回る2万2000人になったと。で、保健当局は毎日夜に発表される新規感染者数の急増について、技術的な問題で9月最終週に確認された数千人の感染者が統計に計上されなかったためだと発表したと。この問題は解決済みで、それ以前の統計漏れについても今後修正すると説明したと。米国の累計感染者数は現在50万2978、死者が4万2000人以上になっていると。で、ボリス・ジョンソン首相は4日 BBC のインタビューで、新型コロナとの戦いについて、英国は非常に厳しい冬に直面しているものの、クリスマスまでに状況は改善する望みがあると述べたと。で、米政府は、米オックスフォード大学と英国 A 製薬大手アストラゼネカの共同研究をはじめ、複数のワクチン研究開発プログラムに数千万分のワクチンをすでに発注している。ただ、臨床試験の最終段階にあるワクチン候補は現在9種だが、大量生産の準備が整うのがいつかなるかは不明ということです。NHK と AFP ですね。タイトル、ということで、今日の映像ですけど、今日のと、注目記事の中で、あれですね、ケムトレイルのこと、ケムトレイルが実際、米軍が撒いてると、日本で、ということが、米軍の兵士から直接な証言があったという、この記事、を今日の注目記事で取り上げたんですけど、その関連として映像があるんですね。シンクムービーか、日本語の字幕付きということで、What is the word are they spraying と、我々の空に何がばらまかれてるのかと。7のうちの1、
これぜひ、紹介したいということで、今日の映像で取り上げました。あ、そっか、イギリスの新規感染者の数が1万人、2万人になっちゃったという記事ですね、これね。それから今日の映像です。今日の映像、シンク、ムービー、日本語版字幕。これは URL。キムトレイ。そして今日のトピックス、最初、米大統領選、トランプ氏感染を受け、バイデン氏のリードやや拡大ということで、今まで7%とか8%の差だったんですけど、ここに来て10%まで差が拡大したという、バイデン有利なんですね。そりゃそうでしょう、あの醜態ですからね。自らマスクもせず、マスク推奨しないと言ってる矢先に自ら感染して、妻も感染して、そして選挙委員長も感染して、女性の、そして上院議員、共和党の上院議員が10名ぐらい感染して、5名か、そしてスタッフも感染してるというので、アメリカホワイトハウスと議会で感染が拡大しちゃってるという醜態を晒したんですよね。そして、2つ目が菅首相、場所も秘密のグループインタビュー、幹事社以外は音声のみという、何なんだろうね、田中隆作じゃ。本当の間ね、彼の秘密主義の性格でしょうね、彼ね。表立っては何事もやりたくないと、自分たちの意に沿うジャーナリストを集めて秘密裏にグループインタビューするということをやったみたいですね。何やってんだろうね。で、トランプが外出したと、感染予防規定を無視したと、パフォーマンスに医療関係者が怒ったという。ただ陸軍病院を出て、で、集まって、いた支持者に車内から挨拶して、それでまた陸軍病院に戻ったっていう、何なんだろうね、こいつね。あの大統領専用車っていうのは完全に密閉されてますんで、トランプと一緒にいた警護官とか運転手は完全に、感染してるでしょうね。それからこのコラム、トランプが敗れてもトランプ支持者はいなくならないという、ヘイヨンという女性ですね、ニューヨーク大学の政治学科の教授のハンギョレ新聞への投稿コラム、これなかなか面白い記事だったので今日取り上げたんですけど、だからトランプが去ってもですね、敗れてもトランプ支持者はいるという現実、一体何なのかと。これはもう完全にあれですよ、カルト宗教勢力ですよ。4割いると言われる、いわゆる聖書に書かれていることは正しいと信じる、原理主義者ですよね、福音派、
これが人口の4割を占めているというとんでもない国なんですよね。だからトランプみたいなああいう自分たちが支持している大統領がどんな権力犯罪を犯そうが全然動揺しないですね彼らはね。だってカルト宗教ですから、牧師が言うこととか宗教指導者がトランプは素晴らしいと言った場合はもう そっくりそのまま信じちゃうんですよ。だからトランプ支持者いなくならないっていうことはアメリカが抱えてる深刻な問題ですよ。いわゆるカルト宗教が国を支配しちゃってると、福音派が支配しちゃってると、キリスト教原理主義が国民のを洗脳しちゃってるということですよね。変な工作をしないで、さまざまな人の意見をしっかり聞いて政治をしてけば大きな問題にならないはずですと、それはできないで、秘密主義と、菅のことですね、秘密主義なんですよね、彼ね。だから今まではナンバー2で、秘密的な、謀略的な、彼の性格、手法が全然表に出なかったんですけど、もう彼がナンバーワンになっちゃったら途端にですね彼の手法がさらされちゃったということでしょう。で今日の注目情報ですね、在日米軍がケムトレイルを散布と、元米軍人が証言という高橋清隆の文書館という10月5日これ出た今日付ですよね。で途中まで で今日転載した後の部分というのが11月号付け の紙の爆弾に、全文が掲載されていると、それを読んでくださいということなんですね。これ URL を貼り付けますね。これはもう完全にタブーの一つですよね。日本政府は否定していると、こんなの陰謀論だと言ってるんでしょう。この富士山の周りっていうのはすごいですよ。毎日ぐらいにケムトレイル、米軍の横田基地から来てるんでしょうね、おそらくね。毎日のようにやってますよ。重要情報、今日の重要情報、市民の自治権奪う大阪都構想と、大阪市の廃止を狙う維新背後でうごめく外資や財界と、長州新聞ですね。これはなかなかいい、本当わけのわかんないことを維新は言ってんですよね。だこれ背後に誰がいるかと言って、これはあれですよ、慶応大学の教授で、大阪市とか大阪府の顧問団に入り込んでるマッキンゼー部隊ですよ、全部仕掛けてるのは。そうじゃないと、あの2人、松井とそれから吉村、あの2人だけでこんな込み入ったわけわかんない謀略的な大阪都構想なんていう奇想天外なですね、謀略的な政策が出せないですよね。だから背後に、いわゆる外資がいると、財界がいると、でもそれを具体的に政策として落とし込んでるのがマッキンゼ部隊ですよね。だからマッキンゼ部隊っていうのは、同じ部隊が慶応のなんとかという教授が中心になって、小池都政の背後にもいるんですよね。ということです。今日の放送はこれで終わりですね。1時間44分ですね。いつもより、14分ぐらい超過しました。ちょっと今日は長かったですかね、ということで今日も配信妨害なかったですね。良かったですね。ということでこの調子、まあ明日も配信妨害ないことを祈って、今日の放送を終わります。
視聴される方が同時期で13名、全体で93名、コメントが53件ということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインと、それからギフトですね、いただきました。ありがとうございました。現在日本時間の11時44分ということで、遅くなりました。またよろしければ明日、今日よりも早くですね、放送開始したいと思いますので、よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送終わります。